はい、今日はですね、ドライブラジオをやっていきたいと思います。なんか変な天気ですね。ということで、以前ね、インスタの方にアップして、やっぱり欲しいなっていうアイテムなんですけれども、無印良品の巾着型のサコッシュ、やっぱ欲しいなと思って。僕財布とかね、持ち物ちっちゃいんで、結構あれで十分かなっていうようなね、感じもありますし、まあ無地ラボっていうのも、まあ、魅力の一つだし、まあ、もうサイズ感良かったですよね。今ここら辺出てると思うんですけれども、で、まあ、第一候補は、まあ、万能な感じで黒がいいかなと。で、第二候補がベージュ。で、ベージュのいいかなって思うところは、まあ、最近僕、服装がカーキとかベージュ、オリーブが多いので、まあ、そのあたりでも使えるかなっていうのもあるし、あと、ネイビーコーデのちょっとまあアクセントみたいな感じになるかなっていうふうにね、思ったりもしております。まあまあ黒は万能だと僕に一番思うんですけども、ネイビーがね、でもね、ネイビーがあったら一番良かったかなっていうふうにね、思ったりもするんですけれども、だから色が、ブラック、ベージュでしょ、あとチャコールグレー、チャコールグレーもね、なんかね、良さげなカラーなんですよね、画像で見る限り。まあなんか3色あってもなんかいいかなっていうぐらい。まあ、でもね、ぶっちゃけね、完売してるんで、なんか再入荷あんのか、たまにね、なんか在庫とか復活してるらしいんですけれども、まあ、なかなかね、そんなね、ベストなタイミングで、ね、発見できないじゃないですか。なんかね、いいタイミングで出会えたら、まあ、黒もベージュもチャコールグレーも、ポチれたらいいかなっていう風にね、思っているんですけれども、多分ね、サイズ感ね、めっちゃいいはずなんですよ。なんかね、だいぶね、こうイメージに、確かでもサコッシュのなんかトップページじゃないけれども、男性がこう持ってるのがベージュですよね。ね、いいな。サイズっていうかね、サイズもいいし、なんかナイロンの素材もね、なんかしっかりっていうか、なんていうかね、してるような気がするし、もうとにかくなんかやっぱ巾着のね、バッグがやっぱ一個ね、欲しいんですよね。僕ミニバッグがめっちゃ好きなんで、巾着のバッグが一つあればいいかなっていうふうに思ってるんですよね。もしもうどうしても無地ラボの巾着サコッシュがどうしてももう完売で、まあどこ行ってもっていうか、まあそもそも論、多分こう無印、ここら辺の無印だったら多分もう近くでは絶対置いてないんで、大名とか行かないといけないのかなっていう風にね、思っているんですけれども、まあなかなか出会えないな。まあもしね、ちょっとこう粘ってどうしても完売して買えなかったら、一つね、候補があるんですよ、ラミダスの巾着、あれもね、ナイロンのタイプなんですけれども、あれもいいかなと思って、あのあたりが、あれが確か4000円なんですよね。ラミダスもいいかなっていうふうに思っておりますが、とりあえずやっぱ第一候補で無印の巾着サコッシュ、無印というか無地ラボのね、巾着サコッシュが欲しいかなっていうふうに思ってますね。まあ、最近の服装的にも、まあ今日の服装とかだったら、これユニクロのストライプ、プルオーバーシャツですね。で、まあそのあたりちょっとこうナチュラル系っていうか、まあこういった感じのね、服装も最近取り入れているので、そのあたりのアクセントにはちょうどいいような気がするんですけれども、どうかな。でも、まあ、なかなか買えないだろうな、ね、すっごい人気があるみたいなので、なんかメルカリとか見てもなんか倍ぐらいで値段とかで売られてたりするので、まあ難しいんだけれども、ちょっとこうタイミングを見て買えるかな。まあでもずっとなんか欲しいなと思ってたら、なんかいつか買えそうな気がするんですけれども、まあそういう風にね、ちょっと何でもね、前も言ったかもしれないですけど、声に出して発していく、ガタガタ道だね、こう声に出して発していく、これ大切かなと思っております。だから本当ね、服装がね、ガラリとってわけではないんですけれども、去年とやっぱ全然違うんで、なんかそのあたりもまた
いろいろこう楽しめているような気がするので、今 iPhone がねめっちゃやばい状態になっている。上にねタオルかけてるんですけれども、車の振動でタオルが、お、猫が渡ろうとしてる、タオルがずれて iPhone が超直射日光に照らされている。まずい、まずいことになる。っていうかここ多分もう信号とかないんでね、バイパス今から乗って下関駅方面に向かう最中なので、まあいいや、とりあえずね、巾着サコッシュ買えたらまたね動画アップしたいと思っております。その前にあのね、無印でね、あのあれです、水筒、水筒ですね、あのちっちゃい水筒が安くなってるんで、800、もともと990円かな、で890円になってるんで、それは買ってるんですよ。それとちょっとプラスアルファでこうちょっと安くなってるね、あの夏物じゃないんですけれども、まあアンダーウェア的な感じですね、ちょっと替えのものが欲しくなったのでそれを買ってるんで、また動画の方撮っていきたいかなと思って。聞いてるさ、この合流の時のこの加速やっぱいいっすよね。しっかりこう踏み込むことで流れに乗ってね合流できるっていうの大切ですよね。ちょっと踏んだだけで今の音聞きましたよ、うーんって言って、あの加速が素晴らしいなと思っているんですけれども、だから洋服だから、先日購入いたしましたブロッパーのねカーゴパンツもめちゃくちゃ良くて、もう3回ぐらい洗ってるんですけれども、だいぶねこう雰囲気が出てきて、今日も履いてるんですけど、だいぶ雰囲気ね出てきて、すごくいい買い物だったなっていう風にね思ってるんですよ。で、あとだから、で、このね、やっぱプロッパー、すごいね、ちょっと気に入っちゃったんで、この夏が終わって、で、ボトムスね、だから僕2つね、候補あるんですよ。もう1つは、レッドキャップの、PT32 のブラックでしょ、ブラック。それと、新しくこのね、プロッパーの、このカーゴパンツのロングのタイプね。がちょっと候補に上がってきておりますね。あとは、まあ、塩田のファティーグでも、まあ、なかなか出会えない、なかなか出会えるチャンスがなさそうなので難しいかなというふうに思っているんですけれども、ちょっとそのあたりをね。トップスは本当ユニクロ無印十分かなっていうふうに思っております。まあね、上を見たらねどんどんこうね、いろいろあるのであれなんですけれども、まあ、シンプルなものであれば、まあ、ユニクロ無印で十分かなって、ユニクロ U とかさ、ね、あとこのシャツ、オンライン在庫復活しましたね。バッチリ揃ってますね。これめっちゃ着やすいですよ、ほんとね。肌触り、これめちゃくちゃ気持ちいいですね。うん、すっごい着やすいシャツ、出会えたなっていうふうに、ね、思っております。だから、これのね、追加で、もう一個のストライプの方と、あとは白がいいかなっていうふうに思ってるんですよね。だどのタイミングで買うかっていうのがまたちょっと別問題なんですけれども、なんかそのあたりでいいものがっていうか、買うチャンスというか、あれがあれば欲しいなと思ってますね。だからイメージでは、まあ、例えばこのね、白買うじゃないですか。白、あ、ちょうど赤になった。 iPhone にタオルをかけたい。この白を着て、まあこの今ねこう、プロッパーのカーゴショーツもそうだし、ロングの方もそうだし、レッドキャップのさ、ロングのねパンツとかも含めてなんかそういったイメージをですねがあるわけですよ。白シャツのプルオーバー着て、このカーキのパンツとか、でもカーキオリーブのパンツとか、本当白シャツ、やっぱ白シャツ最強だな。気に入っているのがたまに着るんですけど、気に入ってるのがやっぱ無印良品の超長面どっちなんですかね、のね白シャツやっぱり気に入ってきてるんで、まあ、それとねこれやっぱね、オリーブとかカーキとかの相性もいいし、やっぱ白シャツ好きだな。なんかオックスフォードで、昔僕グッドイナフで持ってたんですけれども、オックスフォードシャツの
粗い加工、ダメージ加工っていうか、ちょっとこう襟のところがダメージ。でも、あれってでも、ヤスリがけしちゃえばいいか、でも。なんかね、そういったちょっとユーズド感、着古した感があるオックスフォードもね、最近ちょっと気になってるんで、でもなかなか売ってないような気もするんですけどね。なんかそのあたりで、白シャツ。白シャツを何パターンかちょっと揃えて、着たいなっていうのはね、最近のちょっと思うところでもあるんですけれども。まあね、洋服のお話はつきません。つきません。靴もね、なんかいろいろ欲しいし、うん、ね、なんかあればまた教えていただければ。洋服も、あ、おばあちゃん、おばあちゃん、こっち赤、青なのに、おばあちゃんが横断歩道を普通に渡っている。前のトラックはさすがにちょっと当たり前なんですが止まってるんですけれども、おばあちゃん信号がちょっとあれだったのかな。はい、ということでですね、ちょっと洋服のお話は本当尽きないので、これからもねいろいろ、チェックしていって、自分が好きなね服装、なんか今はこういった感じのね服装なんですけれども、まあ、いろんなこうジャンルっていうかね、あの楽しみをね見つけて行きたいと思っておりますので、またいろんな情報皆さんから、教えていただければ、逐一チェックしたいと思いますので、まあ、そんな感じで終わりにしたいと思います。で、本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。あ、ちょうど赤だ、ちょうど赤だから、お会いしましょうで手を振りたい、お会いしましょうで手を振りたい、お会いしましょう。いや、それにしてもなんか一気に気温が上がってきてる感は最近ありますね。まあ長袖シャツとかでもさ、こう車乗ってる時とか本当日焼け防止とかで本当ちょうど良かったりしますよね。